吉田崎は日本のグラビアアイドル。愛称は吉田山。東京都出身。PP エンタープライズ所属。過去の所属はルノンプロモーション、アビラ、GPR。渋谷駅でスカウトされ芸能界デビュー。当初の芸名は小野彩香だが、後に現在の芸名に改名し、90CMF カップのバストを武器に各雑誌グラビアで活躍するようになる。 アビラ所属時の芸名は、三井良子だったが、現在の事務所に所属するにあたって、再び戻した。2014年8月現在、デビュー当時は F カップだったバストが、H カップにまで成長し、世界に誇る日本の名宝、吉田山をキャッチフレーズにしている。同じく90センチメートルバスト高校生として、グラビアで活躍した、樋口まみは、学校の同級生である。 2005年5月より2007年6月まで格闘技工業 ZST のマスコット ZST ガールとしてラウンドガールやプレゼンテーターを担当していた2006年深夜アニメレモンエンジェルの実写版となるオリジナルビデオレモンエンジェル実写版にて本格的な女優業に挑戦する趣味はショッピング音楽鑑賞パソコンインターネット 特技は佐藤。兄が二人いる。一時期芸能人女子、フットサルチーム、着々、JB に所属していた。2014年1月からは、グラドルジガドリブ、副部長と称し、ツイッター上で、自らの写真を頻繁にアップロードしていく活動を、始める。2014年発売の、月刊アイドル横丁新聞ある、あるシティカワラ版7月号から、編集長を務める。 2014年8月10日に開催された東京グラドルフェスティバルボリュームイにてヘッドマウントディスプレイ送るスリフトのデモが行われデモ映像のモデルとして登場する2016年1月からは日本を元気にグラドルと一緒に盛り上がってこうをスローガンに活動するいろんなスポーツシーンを観戦応援して盛り上げていくグラビアアイドルによるチアリーディングチーム グラドルチアーズのメンバーになる。2019年1月7日、ツイッター上で2018年をもって GPR を離れることになりました。との報告をした。2019年5月2日、ツイッター上で5月から PP エンタープライズさんに所属させていただくことになりました。との報告をした。ありがとうございます。